皆さんこんにちは。青むつ系着物スタイリストのさこまです。本日はですね、リクエストがありまして、お正月の初詣用のコーディネートを考えてみました。お正月といえばやっぱりね、古典的な柄が着たくなるかなと思って、和柄をメインに使います。珍しい。はい、それがこちら。黒ベースにですね、こんな感じでボタンとか梅とか、桜とか、そういう季節のお花が描かれている着物。もしかしたらですね、お下がり物の中にこういうの入っているかもしれないですね。割とありがちな柄です。ちょっとアンティークっぽい雰囲気もあります。こちらの着物で、カジュアルなお正月初詣コーデを組んでみたいと思います。結構ね、強めの黒なので、これを柔らかい雰囲気で着てみたいと思います。それでは早速どうぞ。着てみました。こんな感じです。後ろは名古屋帯を太鼓結びにしています。イヤリングは帯留めに合わせてターコイズ系のものにしています。半襟はつばきあんさんのシェードレースシリーズですね。帯周りはこんな感じです。こちらはきみとさんの帯留めをつけています。ちょっと帯周りは淡めにして儚げな感じを出しております。はい、メイクはですね、このお袖の裏側がオレンジなので、ここに合わせてテラコッタ系のメイクにしています。リップはですね、こちら最近お気に入りのヒンスのティント、キャンメイクのメルティールミナスルージュの4番をですね、愛用しています。これのダブル使いで落ちにくく可愛い色になります。私的に黒ってですね、あんまり着ない色だったりとかもするんですよ。こういう黒ベースの着物っていうのはあんまり持っていなくて、今回はね、ちょっとなかなかちょっとチャレンジだったんですよ。で、柄行きが結構アンティークっぽいというか、ザ古典的な柄なので、やっぱりね、古典的な感じになっちゃうかなって思いましたけども、やっぱこういうレースとかチェックとかっていうものをですね、入れてみると急に今っぽい雰囲気で着ることができます。やっぱりお正月とかはですね、和柄を着たくなるんではないのかなということで、今日和柄を着てるんですけども、和柄を着ていても、でもちょっと今っぽい感じ、若々しい感じがいいなって方は、こういうチェックの帯とかですね、レース素材とかを使ってみてはいかがでしょうか。あとこう着物に合わせてネイルも塗ってみるのがおすすめです。はい、というわけで本日はうさこま的古典柄の、お正月初詣コーデをご紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございます。もしよろしければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。